長井孝之は J リーグサガントスのチームスタッフ。事実上の前身であるトスフューチャーズ時代から継続して所属している唯一のスタッフとして知られる佐賀県卓市出身。小学校の頃からサッカーを始め、小木高校時代には県選抜チームにも選出された。進学した東洋大学でもサッカーを続け、東京都大学サッカー連盟の総務部長を3年間。 勤めた。1995年にトスフューチャーズの運営会社、サガスポーツクラブに入社。マネージャーとしてチームを支える。97年に会社が倒産した時はボランティアで選手のケアを続けた。新チーム、サガントスが結成されると、引き続き運営スタッフの一員として参加した。1997年2月4日に、 結成したばかりのサガントスには、チーム名以外何も決まっておらず、契約未公開の8人の選手以外は、練習場やボール、用具どころか事務所さえなく、スタッフも誰もいなかったが、3月8日開幕のナビスコカップに参加することだけは決定していた。そのため、J リーグから派遣された、熊地洋二、元トスフューチャーズ運営担当の加藤慶造、そして、 長いの3人がわずか1ヶ月間でチームの形を作り上げた。サガン鳥スの創世期には U-12 監督や運営、強化担当など一人で何役もこなしたほか、人数合わせのため紅白戦などの練習にも参加。チーム初年度の97年には一次選手契約も結んでおり、ベルギー川崎とのプレシーズンマッチやチーム結成10周年を記念して開催された。 OB 戦などに出場したこともある。このように体力面には定評があり、佐賀県で毎年行われている軍師対抗圏内一周駅伝大会にタクシチームの一員として参加。チームの PR を兼ね、ユニフォーム姿で見客を披露した。2003年から強化部長。2006年より運営会社であるサガンドリームスの執行役員に就任。 長年チームの J1 昇格と J1 定着を支えてきたが2016年5月31日に行われたサポーターズミーティングで強化部長の辞任と営業部への移動が発表された。この移動に関して西日本新聞では成績低迷に伴う事実上の解任と報じたがチームは否定している。なお2018年5月の時点で 強化部長に復帰していることが明らかになっており、同年8月には高知に就任した。ありがとうございます。